直近開催されたレディースオールスター、特に2024年は2回開催されるので盛り上がることは間違いないと言えるのですが、そんな中で強い女子レーサーであるのになぜかレディースオールスターに選出されていない女子レーサーを今回ピックアップしてお届けさせていただきます。今後も競艇の情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。細川優子、愛知支部所属88期の A1 級ボートレーサー。細川選手はお父さんが大のボートレース好きで、よくお父さんに連れられて競艇場へと足を運んでいたことがきっかけでボートレーサーになることを志します。ただ志したからといってもすんなりなれるものではないのがボートレーサー、狭き門でもあり倍率は数十倍にも及びます。その中でもスポーツに長けている選手はスポーツ推薦枠などが今はあるので入所しやすくなっています。そんな中で細川選手はスポーツという面では空手で中学生の時に全国大会で優勝している圧倒的な実績を持っていました。全国制覇を成し遂げたという以上に好成績はありませんからね。空手で同じく結果を出している女子レーサーで言えば野田彩花選手も同様です。強くて可愛い女子として皆から注目も浴びている選手の一人です。中間発表では17位にランクインしておりました。2月のレディースオールスターでは選出除外期間だったのでランクインはなかったですが、さすがの得票数を誇ります。空手という強みを生かし大和競艇学校へと88期として入学します。2001年5月に地元常滑でデビュー時から強さを発揮していた細川選手、2003年にはもう G1 女子王座決定戦へと進出してしまうなど、デビューから2年足らずで女子界最高峰の大会に出てしまうというとんでもないポテンシャルを発揮します。実力もつけながら着実に女子トップの階段を上っていた矢先、悲劇が細川選手を襲います。2004年9月に住之江で開催された女子戦でレース中の事故によって顔面大怪我してしまいます。この怪我で長期療養を強いられ、2005年6月まで欠場となってしまいます。さらにこの怪我で極端に視力を落とすという危機的状態に、ボートレーサーは目が命とも言われ、オート計を遠くから見る必要もあり、視力が落ちると選手生命が絶たれます。1年に1回ある選手免許更新時に視力検査があり 0.8 以上が必要となるようで、最高齢のボートレーサーでもある高塚選手とかも 0.8 以上あるってことなんですね。そう考えるとめっちゃすごいですよね。ただ一時的に落ちただけだったこともあり、懸命な治療により回復、2008年までは B1 級ですが、2009年から覚醒を始め A2 級へと昇格、初優勝も果たしてギアを上げていきます。2010年には A1 級へと昇格も果たします。ここからは A2 級と A1 級を行き来もしますが、 B 級に落ちることなく強い細川選手、2020年後期からはずっと A1 級を継続しており、8期連続で A1 級を維持しています。優勝回数も13回で G2 以上での優勝はありませんが、直近3年は年一のペースで優勝してくるくらい強いレーサー。 SG にも2018年にオーシャンカップに出場しており、1着も初出場で取り水神祭まで上げております。オーシャンカップは G1、G2 優勝戦の得点上位者に出場権があるので、実力で掴んだ SG と言えるでしょう。しかし A1 級という強さを誇りながら予備後となっておりました。推薦選手となっている大滝選手よりも得票数だけで言えば多いにもかかわらず、なぜか選出されなかったという状態に、女子の A1 級が26名しかいない中で選出されていないというのはとても悲しいことですよね。今回内山選手が交渉で辞退したことで予備1の上田選手が繰り上がり、懲罰モーターを引き活躍している姿を羨ましく見ていたのかもしれません。 SG ボートレースクラシックのように予備5まで繰り上がるという異常な状態が発生すれば、予備5でもあった細川選手も出れたと思いますが、普通の大会で予備5まで繰り上がることはさすがに起きにくいでしょう。あって今回のように予備1か2までのイメージ、5月に宮島で開催される2024年2回目のオールスターではまたしても
中間発表では次の50位以内にはおりません。また予備で選出となるかもしれませんが、直近の G1 東海地区戦にも出場しており、1着こそありませんでしたが、転覆さえなければまずまずといったところでしょうし、勝率も7点台もありました。女子レーサーの中でもトップ級であることは間違いないです。次は推薦でも良いですし、50位以内になんとか滑り込んでほしいと願っております。ちなみに細川選手は2015年にプロ雀士でもある太田プロと結婚、お子さんはいらっしゃらないようですが、細川選手はギャンブルが好きという側面もあるようで、その辺で気があったのかもしれませんね。細川選手は夫と結婚してから成績が良くなり A1 に返り咲いた、夫は尊敬する存在だと話しており、今の細川選手があるのは旦那様の力も大きいということですかね。今後も頑張ってください。応援しております。弘中千紗恵、東京支部所属88期の A1 級ボートレーサー。先ほどの細川選手と88期では同期であり、88期ではこのお二方が唯一の女子レーサーでもあります。 A1 級は26人しか女子レーサーがいない中で、このお二方が共に選出されているのはすごいですよね。その狭き門でもある A1 級女子レーサーには選出されているにもかかわらず、この弘中選手もオールスターにはとなっております。そんな弘中選手はどのような経緯でボートレーサーとなったのか。高校時代は水泳部に所属もしており、水に慣れ親しんだ学生時代を過ごしておりました。そんな中で水に携わる仕事と考える中で、小さい頃お父さんのバイクの後ろに乗せられていたことで好きだったバイク、自分もバイクに乗ろうと高校の時に原付免許を取ろうとした際、危ないとお母さんに止められたことで断念もしていたようで、水とバイクという2つの共通点で考えた際、水の上でボートを操縦するボートレーサーという仕事を進路として選択されたようです。ただボートレーサーになるって普段の生活ではなかなか知る機会がない中かもですが、高校1年生の時に選手募集の CM を見て、初めてこういう仕事もあるんだなと知ったようです。座右の銘はなんとかなるというストロングワードで、88期で落とす研修所から大和協定学校へと変わる瞬間の期でもあり、両方で学ぶことができた唯一の期でもありました。とにかく厳しいでも有名でもあるので、その両方を経験できたのはすごいですよね。入所に関しては視力の兼ね合いで1回目は落ちてしまいましたが、2回目で見事に合格。視力ってなんとかなるのかは分かりませんが、合格しているという揺るぎない事実が、なんとかなるを実践していると言えるでしょう。デビューは愛知支部にて常滑でデビュー。今はご結婚もされて支部移動もされたので、選手生活の半分以上はもう東京支部所属となっております。旦那様は同じボートレーサーでもある深水慎一郎選手。現役で今も B1 級レーサーとして日々出走しておられます。弘中選手も2度の産休を経ていますが、2018年 B1 級から A1 級へと飛び級で昇格を果たしており、2度 A2 級へと降格はしておりますが、それ以外は A1 級と女子レーサーの中でもトップクラスの 20% に入り続けているわけですからね。強さだけで言えば全く問題ありません。 G1 地区戦に出て1着はなかったですが、5、6着ばかりではなく検討されておられました。勝率も 6.35 と今も A1 級の勝率を維持しておられます。なぜオールスターに選出されてこないのか、少し謎な部分もあります。2人の共通点、細川選手と弘中選手ともに同じ88期であり、共に A1 級と共通点もあったりするのですが、別の共通点もあると思えました。それは1号艇の1着率です。細川選手が直近 54.8%、弘中選手が直近 47.6% となっており、女子戦ではともに 50% 前後。 A1 級ボートレーサーとしてはちょっと印象率が低めとも言えます。レディースオールスター不動の1位とも言える森谷選手のイン逃げ率で見ますと 81.1% と驚異的なイン逃げ率、安心してインから変える女子レーサーと言えるでしょう。こう比較すると細川選手や弘中選手はイン弱いとファンから揶揄されることもあるかもですが、
では院が弱いから投票が入らないのかと言われるとそうでもありません。今同じ A1 級でもある清水選手も同じく院勝率は 44% ほどと細川選手と廣中選手よりも少し低かったりもします。ただ琵琶湖のレディースオールスターには15位で選出されていたりもします。清水選手の場合はコスプレなどもありファンをがっちり捕まえているのもあるかもですが、そうなれば印象率はそもそも関係ないかもしれません。では年齢かとなれば細川選手42歳、廣中選手43歳ともなっており、年齢的にも同期でもあるのでほぼ同い年ともなっています。40歳を超えるとなんて言葉も聞こえてきそうですが、ただ44歳で木も83期で上でもある大滝選手は選出されているのでそこも違う。なんなら他の60歳を超えている日高選手も選出されていますし、寺田選手も50歳を超えていますが選ばれています。となりますと球も年齢も木も結婚も印象率すらも絶対的な要因とは言いにくいような状況とも言えます。ひとえに人気と言ってしまえばそれまでかもしれませんが、 A1 級で成績を残しているのは事実であり、印象率が低い分 A1 級の勝率を残すためには他のコースから成績を残さない限りキープできません。総合力で A1 級となっているのがこのお二方、素晴らしいことだと思います。ただファンにはその頑張りが選出基準に達するまでは至っていないようです。オールスターは人気投票なので若くて人気がある選手に票が集まりがちですが、数少ない A1 級でトップ選手らとしのぎを削っている中で選出除外期間であれば致し方ありませんが、予備となってしまった A1 級の2選手について今回はぎゅっとまとめてお届けさせていただきました。次は選出となることを祈っております。この他にあなたが知っていること感想などぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。